どうぞこちらへ。でも新しいレストランなんて嫌だよパパ。僕はあっちの方が。大丈夫だよケイル、きっとこれも気に入るよ。うん、見て。あ、およ。待つ人に福は来るよ。これ以上待てないよパパ。ねえ、僕の分は？僕もナイスキャッチケール。あ、うん、おいしい。でもまだお腹減ってるよ。待つ人に福が来るよ。うん、あ、待ってケール、それは辛いのよ、それとっても辛いの。ほら、お水飲んで。舌がピリピリする。それはわさびだよケイル、ほんのちょっとだけつけるものなんだ。これでよくなるよ。うんうん、もう知らない食べ物は嫌だよ。あ、これは美味しそう。はん、うんうんうん、ない。おいしいぞケイル、食べてごらん。これは全然辛くないから。食べてみないと好きかどうかわからないわよ。うんうん。あ、子供用のメニューある？ないね。でも特別に作ってあげるよ。好きな食べ物は何だい？あ、グリルチーズは作れる？ふん、これを少し、そしてグリルチーズじゃないよ。本当かい？チーズ？その鶴をこちらに飛ばしてごらん。食べちゃダメ？もうペコペコだよ。あ、あ、あ、待つ人に福は来るんだよ。でも約束するよ、これは最高のグリルチーズになるよ。あら、すごいぞ。大丈夫かいローズィー？あ、あ、ごめんローズィー、つい夢中になっちゃった。あ、これ何？君のグリルチーズだよ。これ美味しいよ。もちろんだよ。だって福が来る人はマック。あ、うんうん、あ、
少し食べてみるかい、ケイル。これ、僕好き？食べてみないとわからないよ。は、これは天ぷらだよ。このお魚も食べてみる？他に何が食べたい？なんだって。はい、ただいま。早く嵐がやめばいいのに。今の何？どうやら嵐の風で木が倒れたようだな。木、また立つ？多分無理だよ、ローズィー。あ、ブランコが。これ直せる？ごめんね、ケル。ブランコにもさよならしなきゃならないの。でも、さよならしたくないよ。ああ、ギルバートはどうするの？この木はお気に入りの場所だったのに。僕覚えてるよ。初めてギルバートをこの木に連れてきた時よ。新しい家にようこそ、ギルバート。これが庭だよ。ああギルバート、新しいところって怖いよね。あ、木は怖くないよ、ギルバート。木陰ができるし、疲れた時はその下に座れるよ。こんな風に。そして枝の上からはなんだって見えるんだよ。木が好きだったのはギルバートだけじゃないよ。ローズィーも好きだったね。ケール、会いたがってる人がいるわよ。ほら、こちらがあなたの妹のローズィーよ。なぜ泣いてるの？大丈夫だよ、ケイル。赤ちゃんが泣くのは普通さ。どうしたら泣き止むの？みんなでローズィーの機嫌が治る方法を見つけましょう。そうだ、眩しすぎるんじゃない？そうね、抱っこしてもらえば泣き止むかも。抱っこ？僕が？でもこんなに小さいよ。やってみましょう。それにもうお兄ちゃんなんだから。でもどうやってお兄ちゃんになるかわからないよ。頭をしっかり支えてね。泣き止んだよ。なかなか才能あるぞ。ね、もうすでにとってもいいお兄ちゃんよ、ケール。そうね、生のこの木の思い出はこれよりもっとずっと前からよ。一番の思い出はここに引っ越してきた時のこと。そして一緒にここに木を植えたのよ。待って、一緒に植えたの？僕知らないよ。どうしてなの？まだ生まれてなかったからよ。ママのお腹の中にいたのよ。新しい家、新しい木、
そして新しい赤ちゃん。新しいことでいっぱい。新しいことに不安になってもいいじゃないか。でもうまくいかないわけじゃない。毎日少しずつやっていこうよ。わあ。そうだ、ママ、パパ、待って。これで十分。ママ、ケイル、名誉の部分をやるかい？ええ、もちろんよ。はい。これで新しい木の新しい思い出ができるね。そして古い思い出の方も大切にしながらね。さあみんな、みんなこの日を楽しみにしてたわね。今日はそう、ドレスアップデー。いいわね。ドレスアップデーのルールは一つ。着るのはどんな気分になれるもの？ハッピー。その通り。さあみんな、遠慮しないで。ほら。ジェフリー、早く選んでみんなで遊ぼうよ。まだ決められないや。先に遊んでて、後で行く。探しにぴったりな日だね。あっちよ。でも宝物なんてないよ。あるわよ。その宝物は、それは失われた秘宝なんだ。気をつけろ、忍者だ。どうしたらいい？もちろん戦うのよ。飛んで逃げるのは？助けを呼ばなきゃ。おい、僕の友達から離れろ。何の衣装？ジェフリー、僕は妖精の戦士だ。はい、いや、わあ、すごい。他の衣装は残ってなかったの？いや、僕はこれが好きなんだ。魔法が最高だよ。でも妖精は女の子の衣装だろ。いや違うよ。え、そうよ。そうなの？なぜ？僕はただこれが着たかったんだ。あ、例えばバイキングとか海賊とか、または、いやだ。ジェフリー、魔法の棒落とした。ちょっと意地悪じゃない？あれは女の子の衣装だって言っただけだよ。だから正しいのを選べるようにしてあげようって。マーチン先生が言ったでしょ。ドレスアップデーのルールはハッピーになれるものを着るって。
すっごくハッピーそうだったよね。ほらジェフリー、魔法の棒落としたよ。いらないよ。でも忍者をやっつけるのにいるよ。それに飛ぶのに翼もいるよ。妖精の戦士すごくかっこいいよ。そして魔法が最高。さっきはあんなこと言ってごめんよジェフリー。君が好きなものを着ていいんだよ。もしそれで君がハッピーならドレスアップデーにぴったりだよ。友達から離れろ。ああ、君らが困る番だぞ。すごかったよ、ジェフリー。ありがとう、ケイル。君のおかげでできたんだよ。魔法の棒のおかげだよ。ママが作り方教えてくれたんだ。すごい飛行機ね、レオ。今朝の発表会で一番にやりたい？僕がやるよ。いいわね。じゃあこのどんな気持ちボードを使って週末のお話をしてね。この週末はおばあちゃんの誕生日だったんだ。そこで僕は僕いろんな気持ちになったの、マーティン先生。じゃあ一つずつ見ていきましょう。まず僕混乱したよ。だってケーキを選ぶのにすっごくたくさんの種類があったから。うわケイル、うわ、おばあちゃんはどれが好きかな？あれだ。赤はおばあちゃんの好きな色だよ。それでどんな気持ちだったの？得意。僕がボスだったんだ。僕もボスがいいな。はいはい、もういいわジェイソン。それからケール。おばあちゃんのプレゼントを選んだよ。僕はちょっと不安だった。だっておばあちゃんが喜ぶものを考えなきゃならないから。お店に行ったけどそこには大人のものしかなくて、おもちゃなんてどこにもないんだ。これはどう、パパ？これは特別だね、ケイル。でもおばあちゃんが喜ぶかな。虫なんて怖いよ。その時僕はがっかりした。でももっといいものを探すことにしたんだ。おばあちゃんも喜ぶぞ。あ、ダメ、それおばあちゃんのだよ。まあ待ってケイル、この人が先だったよ。でもバラはおばあちゃんが好きな花だよ。僕はがっかりしたよ、おばあちゃんのセーターを逃した時は。でもすごく嬉しかったよ、あの人が譲ってくれた時。とても親切な人だったみたいね。そうだよ。でもその後僕すごく嫌な気分だったの。
ママにかゆいセーターを着せられたから、おばあちゃんが僕の誕生日にくれたんだ。かゆいセーターって虫より嫌よね。うん、その時僕はちょっと不機嫌だった。でもおばあちゃんは僕がそれを着てたのをすごく喜んだんだ。マーケール、私が編んだセーターね。きっとその時の気持ちはとっても心配だった。ごめんなさいおばあちゃん、僕めちゃめちゃにしちゃった、バースデーケーキも。そんなこと全然ないわよケール、むしろ素晴らしいプレゼントをくれたじゃない。でも何なのケール。あ、おばあちゃんがくれたセーター嫌いなの。おばあちゃんがくれたのは好きだけど、これすごくかゆいの。ごめんなさい。まあケール、ああ話してくれてとっても嬉しいわ。本当に？もちろんよ、本当に優しい子ね。おばあちゃんを喜ばせるために嫌いなものでも着てくれるなんて。でも代わりにもっと好きな服を着てもいいのよ。そしてケーキだけどね、私が好きなのは一緒に過ごせる時間なのよケール。だから新しいケーキを一緒に焼かない？おばあちゃんの誕生日にはいろんな気持ちになったけど、僕が学んだのは親切にしてもらうととても嬉しいということです。だからどうしていいかわからない時も、親切にすることを選べば全てがうまくいくんです。